コヨーテ。北米の草原や山のふもとを歩き回る野生動物。そんなコヨーテは最近だと郊外や都市で頻繁に目撃されています。ではコヨーテに出くわしてしまったらどうしたらいいのでしょうか。北米在住の方はもちろん、アメリカ旅行を控えるあなたにとっておきの情報です。コヨーテってどのくらい危険なの？コヨーテはどちらかというと隔離された動物で、人間と仲良くなることはありません。コヨーテの方から近づいてくることもないでしょう。しかし都市が成長し、もともと野生地域だった場所にも人間が押し寄せているため、私たちがコヨーテに近づいているんです。ちなみにこのイヌ科の動物はそれほど人間を恐れていません。家に人がいても裏庭を歩き回ることさえあるんです。加えて人間が住む場所には食べ物があると気づいているため、ゴミ箱や裏庭はもちろん、ペットも餌食にすることがあるんですよ。一匹のコヨーテがあなたをじっと見つめてくるだけであればただの好奇心。でも隣にコヨーテよりも小さい犬がいる場合は全く違うことが頭をよぎっているでしょう。おそらくコヨーテは今夜のご飯はステーキだなんて思っているはず。またコヨーテの群が都市や郊外に来ることはほぼありませんが、群だともはや恐れることは何もありません。幸いなことにコヨーテが犬を攻撃するケースは非常に稀だからといって安心してはいけませんよ。コヨーテから愛犬を守る方法。犬をほったらかしにしない。コヨーテが出没するエリアに住んでいる場合は、裏庭で遊ばせる時も愛犬から目を離さずに。犬とコヨーテにはたくさんの共通点があるので、お互い自然と興味を持ちます。必ずしもコヨーテが犬を追いかけるとは限りません。逆もありえるんです。あなたの愛犬がフェンス越しにいるコヨーテを見つけたら、その珍しい生き物に向かって走っていく可能性があります。また散歩をしているときは必ずリードを使いましょう。万が一のことがあったとき、コントロールをするためにも伸縮性のないリードを使うのがおすすめです。人間を恐れているコヨーテもたくさんいるので、あなたが犬の近くにいるだけでもしっかり守ることができます。犬が小さい場合は危険な目に遭う前に犬を抱えた方がいいでしょう。散歩のルートをよく考える。コヨーテとばったり会わないためにも、コヨーテがよく出没するエリアはできるだけ避けましょう。コヨーテは明るい光を好まないので、光が差し込む道路や小道を歩くといいかもしれません。どうしても無理な場合、懐中電灯で道を照らしながら散歩に行きましょう。特定の時期や時間はいつも以上に気をつける。コヨーテの赤ちゃんは春に生まれるので、この時期は特に注意しましょう。また4月から8月も危険な時期だと言われています。自分の赤ちゃんを危険から守るのに必死になる時期なので、ただ友達を作ろうとしている可愛い愛犬にも攻撃する可能性があります。またコヨーテは夜に活動するということを覚えておいてください。本質的には日中を好む動物ですが、都市生活を通して変化し、人間に気づかれないように太陽が沈んだ後匂いを嗅ぎに来ることもあります。暗くなってから散歩する場合はいつも以上に注意を払ってくださいね。野生動物に餌をあげない。コヨーテが人間のいる場所に来るのには理由があります。それは食べ物。食べ残しを放置したままだと間違いなくコヨーテがやってきます。そして一度手に入ったらまた戻ってくるんです。同じ理由でペットに外で餌をあげるのも絶対にやめましょう。食べ残しがあったら危険です。鳥の餌さえネズミなどに狙われてしまい、そのネズミはコヨーテを引きつけます。庭をきれいに保つ。美味しいバーベキューの後に掃除し忘れた汚いグリルに、拾うのがめんどくさくてそのままにしておいたフルーツ、このような食用ゴミもすべてコヨーテを引きつけます。ちなみにコヨーテは犬の糞でさえ遠方から匂いで感知することができるので、気をつけてくださいね。裏庭に堆肥がある場合は蓋がしっかり閉じられていることを確認しましょう。またその中に肉は入れないでくださいね。当然ながら肉はコヨーテの大好物。低木や倒れた枝もペットを危険にさらしてしまうので注意しましょう。これらはコヨーテにとって最適の隠れ家になります。きちんとしたフェンスを建てる。登るのが難しい素材で、最低でも 2.5 メートルの高さがあるフェンスを建てて予防しましょう。コ
コヨーテが土を掘って下から入り込まないためにも、フェンスは土から地下60センチ以上深い場所で設置してください。犬用の保護具を用意する。最近ではコヨーテから身を守るための犬用のジャケットが作られています。素材は警察が着用しているベストと同じ。多くのジャケットは背中にトゲがついていて首を守ってくれるそうです。見た目はだいぶクールですよ。コヨーテに出くわさないためにも事前に予防することが大切です。でも万が一ばったり会ってしまったら、コヨーテを見かけたらどうする？自信を持って歩き落ち着きましょう。そんなこと言われてもと思うかもしれませんが、コヨーテがまだ遠くにいる場合は犬をリードにつけたまま、もしくは抱えてその場から離れることができます。この時絶対に走らないでください。コヨーテはハンター。走るものを追いかける習慣があります。またコヨーテに背を向けないで、堂々とした姿勢を見せつつ慎重に対応しましょう。その場から立ち去ることがどうしても難しく、コヨーテがあなたや愛犬に興味を持っている場合は、あなた自身がコヨーテを恐れていないと示してください。そのためにはより自分を大きく強く見せ威圧することが大切です。誰も自分より大きい動物に立ち向かうことは好みません。背筋を伸ばして手を思いっきり振りましょう。そして権威ある口調で叫んでみてください。缶、棒、または小石が周囲にある場合は音を立てるためにそれらを投げます。同時に足を踏みつけるのも効果的。他にも笛を吹いたり、エアホーンを鳴らしたり、ベルを鳴らすなど、とにかく音を立てましょう。また目を見ることで、あなたがどれだけ力強く自信があるのか、コヨーテにも伝わります。コヨーテが裏庭に入った場合は、ホースや酢水が入ったスプレーボトルをかけて追い払いましょう。事前に準備しておくと安心です。逃げ始めたコヨーテも一度立ち止まって振り返ることがあります。コヨーテが逃げ始めたからといって安心はできません。完全にいなくなるまで音を立てましょう。そしてもちろん、コヨーテが無事いなくなったら地元当局に報告することが大切です。その地域で起こりうる危険を他の人々に知らせるためにも、目撃情報を追跡する必要があります。それでは最後に、ペットがコヨーテに襲われたらどうする？できれば怒ってほしくないですが、万が一ペットが襲われた時にするべきことを知っておくだけでも安心ですよね。まず愛犬をすぐに獣医に連れて行き、傷口をきれいにしてもらってください。そこまで傷口がひどくなさそうでも必ず連れて行きましょう。獣医は必要に応じて狂犬病のワクチンや抗生物質を与えてくれます。幸いなことに、コヨーテの間で狂犬病はそこまで一般的ではありません。ただ念のためワクチンを打つことがあります。皆さんはコヨーテを見たことがありますか？下のコメント欄で教えてください。新しいことを学べたという人は、この動画を高評価してお友達へのシェアをお願いします。ブライトサイドでは2000個以上もの面白い動画が揃っているので、ぜひクリックしてみてくださいね。引き続きブライトサイドをよろしくお願いします。